皆さん、こんにちは。元気ですか今日はちょっとこの歯間ブラシについてね、話していこうと思います。正直は濡れてる。さっき手洗ったんですけど、誰も見てない僕のチャンネルですけど、間違って見た人は、いいねボタンを押してチャンネル登録しといてください。よかったら。多分仲間でしょ。この動画をわざわざ再生するってことは。歯に興味があるっていうね。 歯間ブラシやってますか歯間ブラシ。僕も最近やってますよ、ちゃんと。ちゃんとやってる。いや、多分めん、めんどくさーって思ってるんじゃないかなって思うんですけど、僕もそうですよ。めちゃめちゃめんどくさかった。つか、やる意味あるって思ってた。歯間ブラシとか。はって。いや、なんかもらったけどさーって。歯医者行って。やんなくていいでしょって。俺もう。 デンタルフロスと、デンタルフロスやって、あの、ちゃんとフッ素入りの歯磨き粉を使ってるから、歯磨き、電動歯ブラシやってるから、もういいでしょって。フロスやってるゃ十分でしょって思ってたんですけど、最近、まあ、ちゃんとやり始めたんですよ、歯間ブラシ。あやるかって。まあ、そしたら、えってびっくりしたんですけど、もう、数日経ったら、俺、めちゃめちゃ口内環境良くなったっけはって。 もうやってる人分かるかもしんないけどもう俺唾液の状態が汚な話だったらごめんなさいもう唾液がめちゃめちゃサラサラになってえ俺めっちゃ唾液サラサラになったじゃんって思ってめちゃめちゃ口の中環境良くなったよってでもそれ以来あのもう一日一回やってますねちゃんとやんないともう耐えられなくなってき耐えられないってことじゃないけどわあやんなきゃってこれマジで変わるんすよ めちゃめちゃめんどくさかったんですけど、やってみてください、ぜひ。僕のおすすめは、おすすめっていうか、まあ、もらったやつなんですけどね、歯会で。あの、この 4S ね、デント EX か、歯科用って書いてるな。歯間ブラシ。4S タイプ、一番細いやつね。市販されてるので一番細いの 3S タイプだっけな。あんま 4S 売ってなかった気するんですよね。あ、そうそう、ライオンさんのね。 一本もらったんですけど、使わねえよって思って放置してたんですけど、あ、こんな感じですね。スーパーノズルの作用に言われやってたら、めちゃめちゃ、校内環境良くなったんで、やべえって慌てて、これ使うわって思って、アマゾンで、え、4本入りのやつ、え、4個入り、つまり16本入りのやつ買いました。やんなきゃって。マジで、あ、こう、こういう感じですね。 やらなきゃって思って。なんか、フロスが、確か虫歯治療にいいのかな虫歯対策で、歯間ブラシってのは30代からだっけな歯茎が下がってから使うみたいで、歯周病対策みたいですね。あの、歯の根元の部分に当ててやるんですけど、歯周病対策か。まあ僕ももう30代なんで、えー、歯茎も、あ、結構下がってますね、みたいな感じでもらったんで、あ、いけるかって。 歯医者だからあんま若い人は買わなくていいのかもしれないですねこれでもちょっともう30代で、まあ、20代でも全然歯間ブラシ使う人いいのかもしれないあのちょっと歯周病とか気にしなきゃなって人はもうこれぜひ使ってくださいいやわかんない歯医者で相談して結局は歯医者に相談するのが一番いいから見てもらってね行きつきの歯医者で 使った方がいいか聞いた方がいいかもしれんすけど、もう個人の感想としては全然違う。俺めちゃめちゃ、大気さらさらでびっくりしたもん。ん当に。こんな変わるって。もうそれ以来、えー、僕毎日やってます。これからもね、やり続けますよ。恐ろしいっすからね、歯周病はあー。だから皆さんもね、これ見てる人も、ちょっとお互い気をつけましょう。80、20だっけ。向けてね。 ちょっと日本人マジで俺どんだけフロスしろとか言ったり俺もかめちゃめちゃ迷惑なんだけど周りの人にいやフロスやれよって思ってフロスわざわざ買ってきていやあげますよって言って配ってめっちゃ迷惑かもしれないけどマジでやんないからね何あれやってください皆さんちょっと興味持った人はねぜひえ検討してみてくださいまあこれ見る人は多分もうやってると思うけど あと、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあまた。